コンタクテは、ドイツの作曲家、カール・ハインツ・シュトックハウゼンが作曲した電子音楽作品で、1958年から1960年にかけて、ケロンの WDR 電子音楽スタジオで、ゴットフリート・ミヒャイル系二匹の協力を得て、制作された。この作品のタイトルは、楽器と電子音のグループ間の接触と、 自給自足で強く特徴づけられたモメント形式による接触の両方を意味する。また、4チャンネルのラウドスピーカーによる再生の場合は、様々な形態の空間的な動きの接触を意味している。この作品には2つのバージョンがあり、一つは電子音だけのためのもので、もう片方は電子音、ピアノ、打楽器のためのものである。百六十一年に作曲された。 劇場用作品、オリギナーレは、コンタクテの第2版を含んでいる。作曲家によれば、コンタクテという作品の準備作業の中で、私は初めて全ての特性を一つのコントロール下に置く方法を見つけたと述べ、長年の目標であった完全な騒音率主義を実現している。一方で、コンタクトは、自身のテープ作品の中で、シリアルプロポーションが大まかな形式レベル以外で、 決定的に介入した最後の作品であることは間違いないとも述べている。作品は高くて明るい、ゆっくりと揺れる音程がいくつかの波を描いて加工し、徐々にうなるような音色を獲得しながら大きくなり、ついには音程として聞こえなくなるところまで加工していく。この式位を超えると音は連続したパルスで構成されていることが明らかになり、 そのパルスは一定のビートになるまで減速し続ける。残響が大きくなるにつれて、個々のパルスは再び音に変化していく。シュトックハウゼンは、前作の電子音楽作品、少年の歌に比べて、空間構成の領域でも進歩しており、空間の位置、グループの種類、音域速度というパラメータを追加している。コンタクテは4チャンネルで構成されており、観客を囲む。 正方形の四隅に、ラウドスピーカーが配置されている。回転可能なラウドスピーカーを4つのマイクで囲んだ、回転テーブルを使うことによって、これまでにない多様性を持った音を客席に送り込むことができた。楽譜にはいくつかの出版物があるが、これは作品に2つのバージョンがあることと、1990年代半ばに、ユニバーサル社からシュトックハウゼン自身が設立させた。 シュトックハウゼン出版に著作権が移ったことに起因する。ありがとうございます。